やめないで、やめへん、やめへん。まだや,やめませんよ、くつめは。まだやめるつもりもないし、いつやめるかも考えたこともないな、まだ。<laughs> まだ大丈夫ですよ。まだ、本、ま、当、あ、に大丈夫。まだ大丈夫ってなんか言い方ありやけど。ほんまだ本当に、いつやめようなんて考えたこともないので、大丈夫です。ですみんなそう言うの、ね、で、本 <laughs> 当に大丈夫です。本当に大丈夫。はい。まだ、まだやめないです。 いや、言わなければいけないこと全然ない、全然。ほんまにない。言わなければいけないことは、死とて言うなら、茨城待ってますとか、横浜待ってますとか、そういうことなんで <laughs>、ほんまに大丈夫ですよ。最近急にいなくなる人が多くて怖い。ね。本当にだよ。ほんに。だから自分はほんまに、ちゃんと、こう、卒業発表をこうちゃんとして、 何て言うんだろう今までのお礼とかいう時間があってこうみんなに見送られるっていうさこの何て言うのこういうその時間がどれだけ大切で何て言うの当たり前だと思ってたんですけどそういう年下で卒業とかするのがその当たり前を自分はちゃんとできるといいなってすっごい思う最近。 いやそれは逆もね一緒ですけどちゃんとそれはねあの卒業ちゃんとね発表する場があってこう何て言うのみんなと心の整理とかねやっぱりこのお礼とか伝える時間があってこうちゃんとねこうバイバイってなれるようなあとこれからも応援してくださいってこう胸を張ってね言えるようなアイドルでいたいですね本当に本当に本当にこれは やっっぱりいあったじゃないですかだからこそ何よりも一番思いますねうん最近この一緒にね頑張ってきた同期とかが「その卒業します!」って言っていなくなるんじゃなくてこうやっぱりね送る身としてもこうちゃんと心の整理とかねあの思い出楽しかったねとか語り合う時間がねあってほしいなっていつもいつもっていうか。 思うてるんですよね <laughs> ただそれだけ <laughs> その当たり前をね当たり前であってほしいなって思いますね自分もその当たり前で当たり前でいたいなって思いますねまあ私は全然大丈夫なんで安心してくださいまだやめる気な一切ないんで安心してください本当に今は茨城を頑張ろうの気持ちで頭がいっぱいなので ご安心ください。本当に大丈夫。茨城辞めたらやめるとかも全然ないから、本当に安心してください。これからも頑張ります <laughs> これからも頑張りますので、私は本当に。みんな、そう、大丈夫だから、信じてください。そう、でもこういうことをさ、言えば言うほどさ、<laughs> 大丈夫ってなっちゃうよな、みんなは。うん。そう、まあみんな不安よな。不安な気持ちはよくわかるよ。本当に。 本当によく分かるふくとめもすごく分かるしだからねふくとめのファンの人だけでも安心してほしいふくとめは大丈夫ふふ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 みんなとイチャイチャする気満々だからね。<laughs> びっくりしたよまあいろいろあるんですよねきっと分かんないけど私にも。 特定の人とだけイチャイチャする。さすがにそんなことはないよ。みんな。まんべんなくイチャイチャする。<laughs> まあでもみんなもそうよな。聞きたいことで溢れてるよな。そうやんな。福留もそうやもん。ほんまそうよ。そう思うよ。うーん。やめる人に限ってやめない発言しがちだから怖いこともな大丈夫福留はそんな <laughs>、そんなこと考えられる人じゃないから大丈夫。ほんまにない。ほんまに信じてこれ。ほんまに。 なんなら今からもうここ、心を開いて全部見てほしい。いや、頭か。頭を開いて全部見てほしいから。ほんまに考えてないから、そんなこと。今はね、ダンスどうしようとか、そんなことしか考えてないから。<laughs> そういねね、な、言えば言うほど船みたいになっちゃうねんな。そう、だから安心してください。大丈夫だから。